ボートレース大村のファンの皆さん、こんにちは。マンスリーボートレースの日村です。11月22日、第10回チャレンジカップ G2 レディースチャレンジカップの展望をやりたいと思います。初日はですね、11レースにドリーム戦、女子の方ですね。で、12レースに男子の方のドリーム戦という、女子の方のドリーム戦は獲得賞金順ですね。で、優出のシステムは得点制、だから一戦たりともこぼせないという、大敗をなしにしながらポイントを重ねていくという形になると思います。優勝はドリーム戦のメンバーのコメントを紹介しましょう。1号艇の遠藤恵美選手、足合わせの感じは良かった、樋口さんよりも判定心、伸びていたという、ここがやっぱポイントだと思いますね。樋口選手に比べて判定心前にいるということはかなりの伸び、ただインから行く場合の伸びはですね、果たしていいのかどうか、手前の足の違和感があったとも言ってるんで、これは出足関係だと思いますね。で、2号艇が海野ゆかり選手、足合わせはできずスタート練習だけ、少し回転の上がりが遅そうだという、外回りからやるということですね。足は他の選手とは変わりません。この後砂漠勝負になると思います。3号艇が松本選手、行き足が良かってスタートが届いている、これは評価できるコメントだと思います。4号艇が長嶋選手、牧選手ですが、足合わせは松本さんとだけ、乗った感じは自分の感じでは好きな感じではないけども、伸びはまずまずでしたという、伸びはまずまずでしたというのはセンター戦についてはですね、やはりかなりいい評価を上げてもいいと思います。で、5号艇が攻撃型の小野千奈選手、試運転は少し回りすぎだったかなというところですね。普通かちょっと良かったぐらい、特別その出ていくような感じではないと思います。で、6号艇がスピード戦の武井選手、直線は川野さんよりも良くて、松本さんと一緒ぐらいでしたという、これはコメントの場合の特定の選手を出してですね、やるコメントっていうのが一番僕らにとっては参考になるんですが、全体に悪いコメントはなさそうな感じがしますね。そうなるとやっぱ展開、モーター勝負っていうよりも展開の方が重視、大村の水面は内有利っていうところなんで、やっぱ内から狙いができると思います。コースに関して言えば、これはもう枠なり進入、大きく変わることはありませんね。で、セオリー通り遠藤選手がインからスピードをつけてます。で、海野選手がどう出るかですね。角女子戦の時は2コースから全速で行ったんですが、あれは高田選手がいたんで、それを警戒しながらの全速だったと思いますが、ここは多分差しになると思いますね。遠藤選手のスピードの上をまたまくったところで一投は取れません。いい選択は差しですね。で、松本選手もスタートは届くというんですが、基本的にこの選手はさばきタイプですね。で、伸びのいい長嶋選手がダッシュで出ていく、ここからまくり出しで入りますね。絞ってまくるというのはめったにありませんから、だいたい選手 ポイントですね、走りの、パターンがあるんで、長嶋選手の場合はまくり出しと覚えておいてください。で、小野選手、武井選手が全速でいくという、問題は伸び型に仕上がっている遠藤選手ですね。回った時に多少外に流れるということも想定したいです。結局長嶋選手がスリットで覗いてくればですね、やはり早めに回らなくちゃいけない。後方を誰が指してくるか、これ海野選手ですね、一番うまいところ。スピードであれば、長嶋選手ですね。だから124のボックス目っていうのは、142124のボックス目ですね。心当たりが狙いかなっていう。あと全速で5号艇6号艇、これもスピードがありますから、3着あたりで狙うのが手だと思いますね。遠藤選手のイン先前は間違いないんですが、刺されるケースを想定しておいてください。